三井石油六号線相馬 SS、堀川高辻 SSS を経て、現在はエネオスに転換。MOC マーケティング合同会社は、かつて存在した石油卸売会社、当年ゼネラル石油の子会社であった。三井物産の子会社、三井石油株式会社として運営されていたが、2014年に同社保有の株式を当年ゼネラル石油に売却し、現社名に変更した。 モックは、三井オイルカンパニーの略称である。石油元売りであるとともに、三井のブランド名で、東日本を中心にガソリンスタンドを展開していた。しかし、九州地方には、三井ブランドの店舗は存在しなかった。また、高速道路への展開もなかった。2014年7月1日より、石油販売事業は、EMG マーケティング合同会社へ統合、一部の SS は、 マルベニエネルギーに営業譲とされた。モックマーケティングの完全子会社で直営のガソリンスタンドを展開していた東洋石油販売は全店舗がエッソにブランド変更され、後に東洋石油販売は東年ゼネラル石油のグループ会社である中央石油販売と合併した。その他の事業も東年ゼネラル石油グループ各社に継承され、 2015年6月30日に解散した。ありがとうございます。